はい、絵画骨董買取プロの田中でございます。4月3日の鑑定会終わりまして、今度4月17日に八王子で、やります。私とですね、鑑定士多分5人ぐらいですかね、やりましてですね、はい、田中さんも愛想を振り返ってください。ああ、にっこり笑ってね。あ、どうもよろしくお願いします。あの、彼はこう見えてね、あのもう数年やっててですね、奈良岡君もあの骨董ジャンルはねしっかり、見ますので、まあ、あのぜひお任せいただければと思います。私は一応あの専門が、まあ、日本画とか掛け軸ということになってますけども、まあ、あの一応いろいろと分かってるつもりでございます。それからあの油絵とか西洋絵画が得意な江夏君とか、まあ、日本画得意な金子君とかね、何人か、はい、いますのでね、ぜひ八王子にご参集いただければと思います。はい、まあ、連絡先はこっちの0120の番号で、お申し込みしていただけますので、ふるってご参加ください。はい、まあ、当日ですね、まあ、コロナウイルスのことをね、ちょっと気にしてされてる方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、今ちょっと動画なんでマスクつけてませんけど、マスクを着用して消毒、それからと、まあ、体温の管理とかね、きちんとやってまいりますので、どうぞご安心していらしてください。はい、ありがとうございます。